来た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 、キーホルダー来た、キーホルダー来ましたよ。はい、朝一でかいの釣れましたよ。2月46センチの2月のビッグバス、タトゥーラエリートの大森さんのクランキンロト。はい、冬バス2匹目、口紅バスか。早いもんでもう1年経っちゃって、今日はね、年券、新しい今年のやつね、4000円で買えるんで、水産センターで、おじさんいない時あるから、冬のこういう時期とか、事前に電話して、これから買いに行きますなんて言うと、スムーズに年券買えますんでね。で、また1年間、亀山で心置きなく、バスフィッシングが楽しめちゃいます。お、当たった。よし。キーホルダー来たよ。はい。やっしゃー。3本目来ましたー。がっつり。イエーイ。はい。3匹目。ねえ、ちょっと昼休憩挟んで。ポイントに入り直して端っこの一本に食ってましたよ、こんな感じで、で、竿はまた大森プロのタトゥーラエリート70クランキンね、やっぱグラスコンポジットなんでトン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 って食い込みがスムーズに入ってくれるってことで、こんな感じで、プリップリの状態でございます。じゃあまずこいつは逃がしてあげたいと思います。 Thank you。 高い。
はい、じゃあダイワのタトゥーラエリート70クランキーにレボのパワークランク5で、今釣れたアラバマはですね、これがメガバスのチャットテール5匹付けね、こんな感じのやつで一回そこに沈めてワカサギの群れ通せにファー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 ってやるとコン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 って竿先が入ってて、この竿が結構バットは丈夫なんですけど、73調子でドゥン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 っていう鳴りが素直に竿先が入ってくれるんで、バッチリ冬の繊細な当たりも入ることができました。収穫です。じゃあ引き続き馬の手までかかってます。4匹目いくぞ。結構岸際っていうよりここで8メートルぐらいなんだけど、まだちょっと深めのとこだね。シャローにいるっていうよりはトンってきたらより巻きをゆっくりにしてこうルアーに追いつかせるっていうか、そんなアグレッシブにって感じじゃないから、もう俺こうやってなんか竿先送ってやったりしながら、なんつうのヒラメとかでさイワシ食い込ませるような動作送り込んでいきながら、そうすると追加でタン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 って徐々に食い込んでいくから、である程度そろそろかなってタイミングでギュンって張りかける感じなんだけど、よし、そういうのをやっぱ繊細に食い込ませていくためにやっぱこうローギアの方がその動作が当たったなんて思ってこうくるくるなんて巻いちゃうと、もうそれでバスの口元からルアー引き離しちゃってる感じになる。こういう感じで釣れるんだってのをあげてもらいたいんだけどな。でももう 2,3 チャンスあると思うけどな。とにかくゆっくり巻きで、何か違和感あったらびっくり合わせしないでちゃんと食い込ませる。ラスト1投、投げやすいな、ほんと結構重いの投げてもこう竿先がちょっと入って、でも胴はしっかり残って、魚のタンタンっていう当たりをしっかりと押せてくれるんで、使いやすい。はい、じゃあね、2月の亀山は4時で終わりなんで、今の一投で終わりたいと思います。今日はねちょっとこれで1日投げ倒してみましたけど、一発でお気に入りの竿になりました。で最後水温は 6.7 度ね、あーちょっと雲がずっと張ってて、7度は超えなかったんですけど、また暖かくなってくるとどんどん釣れるようになってくると思います。じゃあ、今日は帰りたいと思います。はい、というわけで帰ってきました。このね買ったばっかりのタトゥーラエリート、70クランキンということで、大森プロの、スペシャルシグネチャーモデル、こんな感じでかっこいいサインも入ってるんですけどね、これでちょっとですねいろいろ投げてみたんですけども、さすがあの2オンスまで背負えるっていうことで、まあ、今回アラバマリーグで釣れたんですけどね、非常に、投げやすかったなというところと、
まああと感度重視っていうわけではないので、そんなに、キンキンになんていうんですかね、魚のあたり取ってっていう感じじゃなくて、竿先に出るあたりをうまいこと乗せていくっていうのは非常に使いやすかったなと、思いまして、まああとはこのバットの方のパワーがすごいんですかね。これ使ってみて、一番最初ね、結構元気な引く45アップぐらいのバスがかかったんですけども、当初ね、あれ30そこそこかな、そんな大きくないだろうなんて思ったんですよね。もうパワーがありすぎて魚の目測を誤るぐらいハイパワーな竿っていうところで、で普段ですねキンキンのカーボンロッドで手の釣りやっていたんで、普段はカンカンとか当たりを感じながらかけていっていたんですけども、今回ね初めて魚かけた時はもう最初魚かなんかそこの何かか、あとは木が引っかかったかわからなかったんですね。まあそれによってグイグイグイと竿先がうまいこと入っていってくれて、結果うまいところにフッキングして食ってくれていたのかなということで、非常にこんな感じで釣りたいっていう感じの釣り上げ方ができたので、非常にお気に入りのロッドになりました。でこれを使う前はですね、まあ今も使ってるんですけど、これですね、ファンタジスタの10周年モデルのレジスタ 70H っていうね、まあワーム用の竿なんですけども、これで投げると本当ワカサギの群れの中を、ルアーが通ってきている感触とか、あとは、魚のテンっていう前当たりみたいなのとか全部、気持ちよく感じ取ることができて、まあ今でももちろんサーチするときはこの竿も使っているんですけども、ただねちょっと何回か釣りしてる時にこれすごい感度はいいんですけど、それによってなんていうか魚のバイトをパーンってこう弾いちゃってるようなところを何回か感じてですね、当たりがあってこのあと竿先がスーって入っていくぞなんていうタイミングで、なんていうんですかね、高感度ロッドの宿命ですかね、食い込ませようと思った時に魚をちょっと弾いてる感触があって、冬場の釣りでこりゃいかんということで、で一本持っているですね、これずっと使ってるやつなんですけども、メガバスのですね F4 の 67T って、これ一番最初の、グラスロッドなんですけど、これ全部先端までダブルフットガイドでですね、非常に丈夫 で曲がりもしなやか で1オンスまで背負えるよっていう表記なんですね。でこれ使ったらどうかなっていうことでしばらくやっていたんですけども、ちょっとですね1オンスまで背負えるっていう竿だと、先端がもったりした感じになるな、まあそれによって魚の乗りはもう抜群に良くなるかなという目論みでやっていたんですけど、何しろ結構古いロッドなんでちょっとね重いしなとか、まあそこでですねこのグラスコンポジットね、こういった竿を買ってみて、投げてみたんですけど、非常に、使いやすかったな。でちょっと普段だと弾いちゃってるんじゃないかなって、まあ30センチそこそこの、バスとかも竿先がタン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 って気持ちよく、入り込んでくれて、結果、真冬の2月で水温なんかはもう 6.58度とか 6.7 度とかで、非常に冷たい水温だったんですけども、中槽で、追いかけ回してる貴重なバスを、3匹することができたんで、まあ一つこのグラスコンポジットってのはすげえんだなっていうのを、感じることができました。まあこれから季節の進行に合わせてね、こういったグラスコンポジット、カーボン全部グラスですね、こういった感じで使い分けながら、春のバス状況に合わせていろいろ釣っていこうかななんていうふうに思うんですけどもね。で改めてこうやって3本見てみると、こういう感じで本当タトゥーラエリートってのはこうグリップエンドが非常に短いんだなと、これは本当好みの分かれるところかもしれないんですけどね。ただこれだけ長さがあれば比較的両腕でなんていうんですかね、キャストもまあできたし、あと竿を保持するときですね、微妙にこう二の腕のところにも絡めることができたんで、本当絶妙な取り回しの、まあでも一番短いでこうあって、でファンタジスタのレジスタ 70H がこうしてみると一番長いんですね。ここら辺までの長さがあると結構脇に
抱え込むことが、手をキュッてシュッすぼめれば脇に抱えることができるっていう長さなんですけども、本当微妙な差なんですけどね。ここら辺で釣りやすさ、人のあと腕の長さとかによってもそういったのって変わると思いますんでね、釣り具屋さんでこう実際にどういう感じで保持するのかなっていうのを確かめてから買ったりするといいんじゃないかななんて思いますが、自分はですねこのクリップエンド短めっていうのがだいたいどんな竿でも好きなので、なんかお気に入りの具合になったなぁなんていう風に感じております。でリールなんですけどね、今回あのこのレボのちょっと前のリールですけどね、パワークランクの5っていうね、ギア比ローギアの確か 5.5 対1ぐらいのギア比だったと思うんですけども、これでまあ本当大森プロなんかは速いリールゆっくり巻けばローギアで負けるから、っていうことでもう今9対1ぐらいのものすごい速いリールで釣りを展開されてますけどね、自分とかもう焦るととにかく巻きが速くなっちゃうんで、そういったのをリールに抑えてもらうために、あとは非常にパワフルなんで重いルアーを投げても軽く巻けるっていうことで、このギア比のローギアのものをお気に入りで使っているんですけども、フロロカーボンの16ポンドラインを入れて、でこれね糸巻き量ね、たまたま減っちゃっているだけなんですけど、だいぶねワンキャストで底が見えちゃうぐらい、これ糸がちょっと今少なめなんですよね。こうこれによってローギアなんだけど糸巻き量が低いからさらにゆっくり巻けるっていう、これでね冬のなんか追えるんだか追えないんだかっていうすごいまあナーバスなやつにも追いつかせて食わせられているんじゃないかなということで、今ねこういう感じで糸巻き量も少なめでさらにローギアでかなりゆっくり巻き仕様でやっております。でねこれねたまにやるんですけども、スレ止めのパイプね、ここに浮き止めゴムを1個かませて、でその後ろにこのシリコンのチューブみたいなねこのパイプをやってて、この先にルアーを結んでいるんですけども、これによってこうアラバマリグ投げてるとクルリンってなんかね後ろのアームのとこにこうクルリンってなっちゃう時があるんですけど、それ何回か直すところとかも動画で映ってるんですけども、そういった時にここのキンクじゃないんですけど、その狭い隙間に入り込んだ糸にダメージを与えづらくなるんじゃないかなということで、自分はですねアラバマリグやる時はこういう感じでスレ止めのパイプつけてることがあります。これによってね非常に快適に釣りができている。でこれによって食いが悪くなったっていう風に感じたことは一度もないので、まあ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 この在庫がある時ですね、これない時はそのまんま直で結んで投げてることもあるんですけど、そんな感じでやっております。で釣れたアラバマリグなんですけど、今回2種類のアラバマリグで釣れたんで2つとも持ってきてみましたけども、このヘッドはねなんていうんですかね、アラバマ本体は元祖アラバマリグ、マンズのね、ポール・アライラスモデルの、アラバマリグね、おじさんが表紙に写ってるやつ、もうほとんど釣り具屋さんで売ってるの見かけなくなりましたけどね、本当釣りの大会の時にねこのアラバマリグで、めちゃくちゃでっかいワスをバッタバッタと、釣りまくって優勝したなんていうシーン、今でもたまにYouTube とかで見ちゃうんですけどね、伝説の元祖マンズのアラバマリグっていうことで、で今回2種類のアラバマで釣れたんで、それぞれちょっと見ていきたいと思います。まずね最初にでかいのが釣れたのがこのパワーゴビーをつけたアラバマリグですね。これがですねお気に入りで、あこれ針曲がってますね。まあ結構16ポンドとか太めの糸でやってると逆側に行ってゆっくりじわーっと引っ張るとね大概針曲がって根掛かりとか取れてくれますんでね、まあこんな感じのパワーゴビーがついていて、今回一番注目したいのが一番でかいね、45アップのバスが釣れた時のこいつに食ったんですよね、端っこのアームで尻尾ちぎれてるんですよね。これなんかブッシュかなんかに根掛かってちょいちょいってピチって取ったらですね尻尾ちぎれちゃったんですよ。ただもうこのパワーゴビーってあんまり売ってなくてですね、替えのパワーゴビーがいなかったんで、多分前回ぐらいにちぎれてそのまんまだったんですけども、まあそのまま投げていたところこのもうストレートワームみたいになっちゃったこいつに食ってきましたね。やっぱり魚って一番なんですかね、
群れの中でも弱ってる個体を狙う習性があるのかなっていうのが感じられたんですけども、まあ、こいつだけなんか他のやつは元気にお尻プリ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 、振って元気そうに泳いでいるのに、なんだかこいつだけ寂しげに泳いでたんですかね。この、尻尾のない一匹に、食いついてきましたね。これはなんか今後のちょっとしたヒントになるかもしれないんで、今度まあちょっと違うかもしれないけど、まあ全部にストレートワームオフセットとかでつけて、まあそういうのでちょっと投げてみますかね。スーってアラババの愛響きみたいな、こういったのちょっと試してみようかななんて、考えさせてくれる、バイトでした。というわけでまあこれでね最初一匹釣ったんですけども、まあいよいよもってこのパワーゴビーね、買えなくなってきているんで、他のワームも試してみようかなということで、今回後半の2匹釣るのに活躍してくれたのがこれ、メガバスのねこういうシャットテールのワームなんですけども、これなんか釣りの大会の参加賞かなんかでもらって、あこれアラバマにいいかもなーなんて思って、撮ってあったんですけども、色合いがこのすごいねメガバスならではというか、こう綺麗な色なんで、あこれ目取れちゃってますね。こいつどうかなと思って今回ですね、5匹いたんでこれつけてみて、で投げたところ、後半のね30センチ台ぐらいの2匹はこのメガバスのシャットテールワーム、こいつでね食ってくれましたんで、あこれはまだね探せばね買おうと思えば買えるんで、一つ良かったな。でまあこれを探しつつ、まあ、今後は定番のワンナップシャットであるとか、あとはケイテックのスイングインパクトとかね、ああいった他のワーム、まああとはOSP の、シャットテールなんかもめちゃくちゃ釣れますからね、ああいったのにどんどん、試していきたいななんていう風に思っております。まあ順調にどうですかね、3月ぐらいになればハートテールのちょっとサイズダウンしたやつ、あれが店頭に並べばあれ使ってみたいんですけどね。確か去年釣りの大会のゲイリー山本ブースで聞いたところ、来年のまあ3月か4月ぐらいに発売なんていう風におっしゃっていたんで、あれが並んだらね、あんまりでかいとなんていうんですかね、こうワカサギの群れをイメージして投げてるんで、ちょっと食いが悪くなるイメージがあるんですよね。5インチ超えてくると、うーん、なんか極端に当たりが減るなーなんていう印象があるので、ハートテールの小さいやつ確か3インチとか 3.5 インチぐらいだったと思うんで、あそこら辺のワームが出たらですね、ぜひ試してみたいなーなんていう風に考えております。というわけでですね、本日の釣り子 TV は2月、順調にバスが釣れたよっていうことで、まあ引き続きね、また南風強風の日なんかライトリグやりづらいよなんていう時は、この、投げて、巻く釣りが非常に釣りやすかったりするタイミング増えてきますんで、そういう時はまたアラバマリグなんか投げてみようかななんていう風に考えております。というわけで本日の釣り子 TV は、こちらですね、タトゥーラエリート、使ってみたら真冬なのに、3匹、釣れたよ、これのまとめインプレの動画でした。はい、釣り子 TV でした。